ソイソースチャンネル。そう、透けてる。てか、今週のキーワードはキー。僕らはあの大学の頃からの同級生で、はいはいはい、で落ち研で知り合ったんですよ、うん、城西大学って落ち研で、城西大学の研究会。そうで、当時はおのおの違うコンビでやったんだよね、うん、当時のコンビ名なんだっけ。リオックですね。リオック、なんか人を殺く、最強のアリ、最強の、コオロギ、コオロギの名前だったんですよ。リオックっていう。で僕が、コットンキャンディーですね。懐かしい。それお互いの相方はもう大学で知り合ったんですか。そうおちけ入ろうと思ったのはなんで、二人ともきっかけみたいな。二人ともでもお笑い好きだから。そう、好きだったから入ってた。なんかそのみんななんとなく入った人や、うん、その先輩たちに勧誘された時に趣味が合う人が多かったんだけど、うん、多分俺と鍋だけはそのお笑いが好きだから、落ち研っていうのはお笑いやるってイメージあったから入ったの、うん、そうね。 あんまり落語、まあもちろんやるけど、うん、でもお笑いメインでやりなかったのよ、うん、その時はもう芸人になろうとは思ってるんですか。全然思ってない。普通に落ち研入っただけ、うん、大学お笑いは知ってたから。そうね、それに憧れて。当時笑いのゼミナールっていう、はい、春日大統領っていうなんか、ね、うん、番組あったのよ。そう学生ヒーローズっていう番組、はい、それに出るために頑張ってたんだよ。そうね、そう、懐かしいな。で俺の相方が蒸発したのよ、うん、それ大学ごとっすか。ごとで鍋は鍋で先輩とちょっとコンビ組んでたから、うん、そのリオックですか、うん、リオック、そうで、鍋はそう先輩にあのコンビでやるなら自分タメ口使いてえっすって言ったのよ、はい、憧れだよね、はい、コンビの先輩だけどタメ口で、はいはいはい、でやっぱ先輩的にはいやそういうのじゃないから、うん、で大学の先輩後輩でもあるからっていう、まあ、当たり前の返事が返ってきて、うん、はい、じゃあ俺やってけねっすわってなって、あ、2人とも相方がそういない状態で、あの坂戸の、うん、坂戸でご飯食べてて、うん、仲は良かったんですか。仲良かった、仲良かった。普通に、いや言って落ち研も人数少ないからさ、そうそう、仲いい同級生ぐらいの、はい、仲いい同級生で、しかも2人ともこの尖ってんのよ。尖り、だから大学生で落ち系入って、だから高校の頃からずっと面白でやってたんだろうな、はいはい、面白キャラで、ね、自信はあったですね。自信パンパン。ただね、そのある日にね、うん、鍋からと言われたのが、その一緒に女装コンテストに出たのよ、はい、もうコンビ組んでるんですか、それ。コンビ組んでない、組んでない。で俺ら1年生とかですか、うん、そうだったな。で俺がマツコデラックスの格好、はいはい、鍋がミッツマングローブの格好で、二人でこんにちはで出て行ったんだけど、それ終わった後にやっぱ鍋からちょっと金をおもろいな、どの格好の時に言うんだよ。ミッツマングローブの格好しながらちょっとお前おもろいな。それ何の女装コンテストなんですか。大学の、大学の、ね、それコスプレみたいなするみたいな。懐かしい。でそのぐらいのタイミングで、うん、2人ともちょっとね言い出せないみたいなタイミングがあったんだね。あったね。その時はピンでやってるんですか2人。いや2人ともね解散したなで終わってたの。何歳ぐらいで、うん、1年生の1年生の11月ぐらい。あ、もう結構経ってるんですよ、半年以上。いや本当にな、あ、神尾とお笑いできたらいいけどな、うん、いや俺もな、花火と行けたらいいけどな、なあっていう状況。あったな。意味わかんねえのには大学生でそんなに。いやいや、お前はプロじゃないのに。あったな。で、鍋から確かお前さコンビ組みてえかどうかさはっきりしろよって言われて、言った俺、ほんとに言った言ったか。そんな適当だったら俺無理だぞみたいな。何それ何それって思いながら、いや俺は正直そのまま
なめっちゃ恥ずい。鍋とコンビクビだよ、うん、組むかいや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 言ったかマジで俺覚えてる覚えてる俺あ、そうだっせーコンビ組んで、うん、1年の12月ぐらいに組んでるってことですか。そうね、11月末ぐらいかな、